キバンジロウ、シディアムリタールは、太ももかバンジロウ属に分類される、熱帯性の肝と植物。日本では、英名のストロベリーグアバの名でも知られている。同族のバンジロウとは別種であるが、食用に供される果実は、下皮の色を別にすると主観で、大きな差がないため、果物市場で、単にグアバといった場合、本種の果実まで含めることが多い。 世界の侵略的外来種ワースト100リスト選定種の一つであり、日本でも商業名の一つであるテリハバンジローの名で、要注意外来生物に指定されている。南アメリカ大陸のブラジル及びその周辺地域が原産地であるが、世界各地の熱帯域に移植されている。ハワイ諸島のような太陽の離島では野外に一出し、至るところに大群落を形成し問題になっている。日本では、 小笠原諸島の父島、母島で栽培され、父島、新島、弟島、母島等の工作地跡や、明るい林内などで広く野生化している。ただし、みかんこみバえが規制するため、近年では極力伐採される。沖縄県でも商業的に栽培されているが、野外移出はしていない。基盤次郎の果実太もも果樹木全般に言えることだが、本種も成長が遅く、 未生の場合5から6年で、樹高2メートル、幹の計算から5センチメートル程度にしかならない。養木は直立するが、成長に連れ次第に枝が開くようになる。樹皮は、猿滑りのように平滑で、老化すると少しずつ剥がれていく。葉は近縁の万次郎と全く異なり、能力色で厚く光沢があり、ガジュマルのそれに似る。他の太ももか同様をしべを数多く備えた白い。 花を咲かせ、自家受粉する。果実は品種にもよるが、色は赤で、直径2から4センチメートル、4から16グラム程度、計1ミリメートル程度の種子を70個ほど内包する。この果実に、イチゴのような香りがすることから、ストロベリーグアバの英名が付けられた。以下の品種が知られている。品種ごとに、以下の異なる商業名が付いているが厳密ではないため、 人によって刺す変種が異なることがある。かつて学名を P キャトリアナムとしていた時期があり、現在でも本種を刺すのにこの9名が用いられることがある。学名のシノニムの一つ、シディアムチネ年生やフランス語名は本種が中国産であるとの誤解に基づく。キバンジロウの貴金園のグアバと同様に果物として果実を賞味できる。本種の果実はグアバのそれより、 食味は混さるとされている。品種により若干身が異なり、ストロベリーグアは PL バリエーション、キャトリアノムはイチゴの風味が感じられ、身が黄色い黄身のバンジローは PL バリエーション、ルセダムはレモン風味で酸味が強い。接触に際しては、グアバ同様種子は取り除く。カヒもバラの花びらのような味がするが、えぐみがあるため普通は取り除く。 また葉もグアバ同様に茶にして飲むことがある。日陰でもよく育ち、また塩分にも強いので栽培型安く、熱帯諸国では、グアバと共に果樹として広く栽培されている。グアバに比較して、体寒性もあるため、熱帯だけにとどまらずかなり緯度の高い地域でも、栽培可能である。一般的に挿し木などで増殖するが、未生で増やす場合、商業的な収穫は10年以上の経過を経ねば、 ならない。また、観葉植物としての需要も高く、テリハバンジローは主に干渉目的で栽培される、変種である。しかし上記に挙げた本種の栽培における長所は、野外に移出した場合どれもマイナスに作用するため、侵略的外来種として危険視されており、特に対応に散在する離島などに侵入した場合、その生命力の強さから、密林の下や波をこるような悪環境すらいわず、 どこにでもはびこり、栄養繁殖を頻繁に行って密生したヤブを形成して単一優先主化し、在来の固有植物の成長を阻害する。さらに種子生産量も多く、これらの種子のほとんどが年性が高い。甘い果実は、鳥獣の格好の餌になり、接触した鳥獣によって種子が散布され、個体数を著しく増殖させる。天敵による駆除や防除は、 同族で極めて禁煙であり、商業的に重要なグワバを目標的にしてしまうため、困難を極める。すでに野外移出している、小笠原諸島では固有種の無人秘密履きの成長を阻害しているとの報告がある。また主君んしかの固有種もモタマナと競合することが懸念されている。ありがとうございます。